セントローレンスはイギリス海軍の一等戦列艦。オンタリオ湖で建造され、米英戦争に参加した。セントローレンスは全艦歴を淡水域で過ごした非常に珍しい戦列艦である。セントローレンスは1814年4月12日に、キールが置かれ、1814年9月10日に、浸水した。イギリス海軍のジェームズ・ルーカス洋潤賞は、 キングストン海軍交渉において、セントローレンスを彼の機関とする。当時セントローレンス川を通って、オンタリオ湖と大西洋を行き来できるのは、小型船舶だけだった。そのためオンタリオ湖に配備する軍艦はその場で調達する必要があり、キングストン、またはアメリカ造船所で建造するか既存の商船を流用していた。オンタリオ湖の水運は、 西方での作戦の重要な補給路であったので、米英領軍は湖の支配権をめぐって激しく争っていた。それまでスループやフリーゲートが主力だった湖に一戦列艦セントローレンスが出現したため、戦争の最後の月の間イギリスの支配権は疑いようのないものになる。しかしセントローレンスが実際に交戦することは決してなかった。 この艦の存在自体がアメリカ軍の出撃を抑制していたからである。戦争終結後の1815年にセントローレンスは退役する。1832年に1月までキングストンの醸造所の倉庫として利用されたが、その後25ポンドで売却された。現在では水深10メートルほどの場所に沈んでおり、ダイビングスポットとして人気を博している。 セントローレンスは、ジョン・デニスに率いられた200人の船大工たちにより10ヶ月で完成した。3層の砲列に112門の砲を備えており、これは9年前のトラファルガー海戦で、ネルソンの機関だったビクトリーより強力である。排水量は2305トンで700名の乗員を運んだ。武装については32門の32ポンド砲を上段砲列に、 24ポンド砲36門を中段に、32ポンド砲28門と24ポンド砲4門を下段に、加えて3層すべてに2門の68ポンドカロネードを搭載していた。法列甲板の大きさは58.3メートル16メートルである。ありがとうございます。